ジョン・バックスター・テイラー・ジュニアはアメリカ合衆国の陸上競技選手。20世紀初頭を代表する400メートルの選手であり、1908年ロンドンオリンピックでは金メダルを獲得。アフリカ系アメリカ人として初のオリンピック金メダリストとなった。テイラーは1908年ロンドンオリンピックでは、まず400メートル走に出場。予選で50.8秒。 準決勝を49.8秒で決勝進出を決めた。決勝は3人のアメリカ選手と1人のイギリス選手の4人で争われた。しかし、テイラーは4位という結果に終わった。しかし、このレースはアメリカのジョンカー・ペンターがイギリスのウィンダム・ハルスウェルの走路を妨害したとして失格と判定され、2日後に決勝をやり直すこととなった。これにアメリカは抗議し、 テイラーはもう一人のアメリカ選手のウィリアム・ロビンスと共にやり直しのレースに出場しなかった。結局、このレースはハルスウェルが一人で走り金メダルとなった。テイラーは400メートルの他にこの大会でしか行われなかったメドレーリレーに出場。テイラーは第三走者として400メートルのパートを受け持ち、ウィリアム・ハミルトン、ネイト・カートメル、メルヴィン・シパードと共に 金メダルを獲得した。テイラーは1908年にペンシルベニア大学の獣医学部を卒業。しかし、同年、彼は獣医となる前にチョーチフスのためこの世を去った。ありがとうございます。